こんにちは。こちらの本、子供から大人まで能力を鍛える音読練習帳というものを読んでみます。発音の練習にもなりますし、読むことによって脳が活性化するという効果があるそうですので、一話ずつ読んでいこうかなと思います。今日はまずは一寸法師からいきますね。昔々、都からはるか離れたある村に、おじいさんとおばあさんがおりました。二人には子供がいないため、毎日神様を拝み、子供を授けてくれるようお願いをしました。そしてとうとう小さな男の子を授かりました。男の子は大人の指先ほどの背丈だったので、一寸法師と名付け、大事に育てました。一寸法師は元気に成長しましたが、体は小さいまま、小さくてもそろそろ家を出て広い世界を見てみたいものだと思った一寸法師は、都に行くことを決心しました。お椀の船に箸の貝、腰には針の刀を刺して川を下っていきました。しばらく行くと大きなお城の前に出ました。一寸法師はぜひ殿様に会って話がしたいとお城の家来に頼みました。指先ほどの男の子が会いに来たと聞いた殿様は、それは珍しい、ぜひ会ってみたいものだと一寸法師を迎え入れました。一寸法師は殿様の手のひらに乗り、丁寧に挨拶をしました。殿様は一寸法師を大層気に入り、家来にすることにしました。お姫様が出かけるときは、着物のたもとに入って お供をすることもあったのです。あるとき、荒くれ者の鬼がお姫様をさらおうと襲いかかってきました。一寸法師は着物のたもとから素早く飛び出し、鬼に向かっていきました。しかし、鬼は一寸法師をひょいとつまむと、パクッと飲み込んでしまいました。鬼の体の中に入った一寸法師は、針の力で鬼の体中をつきました。鬼は一寸法師をその痛みで吐き出したのです。参った参った。逃げるとき、鬼は打ち出の小槌を落としていきました。これを振ればどんな願いも叶うはずです。お姫様はそう言って一寸法師の願いを叶えてあげることにしました。それでは、私の背が伸びるようお願いしてください。一寸法師よ、大きくなれ。そう言いながら、お姫様が打ち出の小槌を振ると、一寸法師の体は次第に大きくなりました。こうして、立派な若者の姿になった一寸法師は、お姫様と結婚しました。そして、生まれた村のおじいさんとおばあさんを都に呼び寄せ、みんなでお城で幸せに暮らしました。おしまい。いかがでしたか？感想などお聞かせください。